First of all, thank you very much for coming to join us to watch my film. Uh, this film is relatively short, and I wasn't sure if anybody I would be given a chance to have the screening, but uh, I'm very happy that this film got selected. Thank you very much. Nagoya. Miss Nagoya? Thank you for coming. えっと、井口さんがなんかこの撮影の時にすごいなんかそのまんま来てそのまんまやっていいよって言ってくれてで多分子供がいっぱい出てくる作品が多いと思うんですけど多分子供たちにもそんなこと言っててなんかそういう緩い感じで。

宮北口さんプリーズえっと三田百合子役の北口です。あの顔合わせの時から今まです。ごいただただ楽しくここまで来て、なんか自分がこの場所に立ってることがいまだにちょっと実感持ててないっていうか、すごい不思議な感じなんですけど、あの皆さんに見ていただけるのがすごく嬉しいです。今日はよろしくお願いします。 それでは松本慶さんどうぞ。あ松本慶です、えー。今日はありがとうございます。僕はあの以前通っていた映画の学校で映画を作る側で井口監督に教わっていたんですけど、なんかある夜突然出ませんかっていうふうに。 言われてあのお受けしたらなんかまさかこんなことになると思ってなくて、あすごくなんか人生の思い出を今、かみしめています。<laughs> <laughs> As a matter of fact,、I、was a student. I was studying to make films my me me film. studying to sudden, teacher one wanted be the quite exciting for here. memorable of of to I I night if I wanted to be in and and、uh, quite experience for me. はい、えっと、それはちょっと、えっと、あの井口監督にあの質問をさせていただきますがこの作品あのその、まあ、45分以内という変則的なあの、えっと、時間の,あの作品なんで一体のどういうあの どういう経緯でこう作られたのかというのはすごく、えー、興味があったんですが、それはど,、えっと、どのような経緯で、どのような目的でこう作られたものなんでしょうこの作品は45分の1ですが、ね、としいです。私はディレクターのインテンションと、私はその背景を見ることができのです今回の映画はい、 あの企画をされたというかあのえと小説家の金井美恵子さんとあのお姉様のアーティストの金井久美子さんがあのまあコロナの時期にえと映画作ったらいいじゃないみたいな感じであのあの言ってくださってたコロナの前ぐらいに言ってたんですけどコロナになっちゃってであれ それで2年ぐらいあの音沙汰ない感じだったんですけど本気よって電話がかかってきてであの子供が暴れる暴れるっていうのとあと短編長編の映画じゃなくて短編でっていうのが2つあ,のあったのでそれでこういう形になったんですけどあの短編映画って通常30分っていうのを知らなくて。

で、えっと、それでこのキ,ャ、まあ、キャスティングというかですね、あ,の、まあ、あとね、あのもしかし今日来てらっしゃるかもしれないは子どもたちがもうたくさん出ているっていうところなんですが、これキャスティングはなんかどのような意図で、これは井口さんがも全部。あの

これからご覧になると思うんですけど、まああのまあ、子供が暴れるっていうのをこう下敷きにしてだからたくさん子供が必要っていうのはあったんですけど大人のパートは、えーとまあ、脚本を書いた段階でまず、まあ、知り合いの役者さんっていうのが全然いないので、えー、ちょっと紹介してもらおうと思ってそしたらあの何人もこんな人もいますこんな人もいますって。えー えと紹介してくれた中でまあ写真を見た段階でその主演は名古屋さんがいいんじゃないかってもう一発で思ったんですけどそんな理由で写真だけ見てっていうのはどうだろうって思ってインスタグラムを見たんですよね名古屋さんの。そしたらあの名古屋さんがのやつをこうやって見てたらえとエイゼンシュタインの本があるじゃないですか。 あれを読破して <laughs> すごい楽しかったみたいな写真が載っててもうこの人しかいないと思って <laughs> まだ本当演技してるとか動いてるとこ見ていないのに北口さんは1個前に作ったやっぱりちょっと子供の出る映画があるんですけど、はい、そうですさっき聞きました<な><あ>僕まだ見てなかったんですか あの同じ場所でえと同じロケ地で撮られた前の映画にあの出演されててで今回あのまあ北口さんの役はあのえと感じのいい美女がいいなと思ってて男気のある美女とか,そのなんか美女だから女使って嫌なやつとかじゃなくてあの美,女美女って実際にはあの結構。 そんんななんか女の敵じゃない場合があの実際の生活ではそうじゃない場合が多いのでそういう人いないかなって思ってたらあ知ってたなと思って <laughs> あの前にも映画出てもらってるじゃんっていうのを気がついてあのオファー3年ぶりぐらいですか、はい、全く連絡取ってなかったんですけど3年ぶりに連絡したら出てくれるっていう。 Right. So first of all, we know we need a lot of children, and that children are almost out of control. So first step was really to find a lot of children. But then, of course, I, as I was writing the script, I realized that I don't really know any actors or actresses. So I was ask, asking people to refer me to actors and actresses. And then, of course, uh, the Nagoya-san came out, and I t uh, look at the photograph, and then decide immediately that she is the right person. But then. Uh, just having the look at the photograph should not be the reason for me to decide on the character. But finding out that she is reading a very difficult book, and then immediately decided that she is the person. As for Kitaguchi-san, I uh, have not contacted her uh, for some time. But then uh, she also had uh, I had worked with her before. What I was looking her for was a beautiful lady, but not just a cold uh, kind of person, but a friendly, uh, very amicable person. はい。で、あのー、松本さんはさっき松本さんが言ってらっしゃるように学生だったということなんですね。はい、そうなんですけど、あのえっと授業をまあ学生と講師の間の間はなんか個人的に仲良くならないようにしようっていうふうに思ってたので、<laughs> もう長らく松本さんには。ええ オファーしない方がいいんじゃないかと思ってたんですけど1月,2月,1月か、12月、恵比寿映像祭っていうのがあって2月、あの時にあに見に来てくれて感想を言いに来てくれた時の、えー、もうのんか喋ってる姿を見てあもう松本さんしかいないなと思って<あ> <laughs> その自分の掟てを破って松本さんに、えー、あのオファーさせていただいて。<ー> and as for matsumoto-san he was my student before but simply because i was the teaching side he was the student i try not to have a very close relationship with my student however um, back in february i had an opportunity to see him and he gave me uh, a lot of comment about the film and as i was seeing him talking i thought immediately this is the person that i want to be in my film

えっと、夏ぐらいでですすかねねそう,ですねどう夏に。ということでここであのプレミアを迎えるということでまた多分いろんな上映の機会はあ,のあるとは思いますが。 えっっとととままあね特ににいいいいいろろんななころに広がっていけば思す今のところまだあの劇場公開は決まってないという状況ですがまだ決まってないですけどあそうです頑張ってみようみたいなそうですね、はい、あの多分どっかやってくれるところがあるんじゃないかなというふうに。<laughs> あの So Today is the premiere、はい、and at the moment we do not know exactly where and、uh, when it's going to be、um, previewed but、uh, hope that、uh, we will be able to see it in the other t h e cinema. はいえっ、ー、とあそれではえっ、ー、とちょ常任時間も迫ってきても時間があのあと残り少ないみたいなんでえーとえー、といいっとえっといあ何か一言あの見る見る前にお客みあの皆さんに言いたいことがありましたらどうぞコメントをいいですか一言すな大丈夫ですか<笑><笑>いいですね,ねもうなんかささっき言ったので出し切っちゃったんですけど <laughs> <laughs> でもなんか,何かあのー 短いけど結構なんかいろんなことが起こると思うのでびっくりしてください。なななっでののががきす。北口さんんんんかあ,りますかあ私もそんなににないんですけど、ちゃ時監督があの子供 がたくくさん出てくる映画だからなんか犬より犬、犬とか子供がたくさん出てくるから犬とか子供よりも負けないぐらい自由にやってほしいってあのカワわセの時に言われてめっちゃ嬉しくてそれが <laughs> なんかその楽しい感じが現れてたら嬉しいなって。 <laughs> <laughs> so at the very beginning the director told us that uh, there's going to be a lot of children and dogs and please make sure that you have even more energy than the children and the dog and I felt really liberated. So I do hope that you'll be able to see that in the film. san I なんか2時間って結構疲れるなって僕映画館でも思う時あるんですけどすごいいい長さであのすごい楽しいリラックスできると思いますしここにいらっしゃるのは井口監督のファンの方が多いと思うんでなんか他の映画との関係とかもいろいろ発見できて楽しいんじゃないかなと思います。 You don't normally come across the film of this uh, length, 40 minutes. Sometimes I feel maybe sitting for uh, watching the film for two hours might be a little bit tiring. But I think many of you are probably the fan of the director, Iguchi-san. So I do hope that you'll be able to enjoy as well as maybe find the differences between this film and the other films. <laughs> <laughs> 楽しんで見てもらえれば嬉しいなっていうのとあの1回だけ見るとです、ね、その子供とまあ、あと後半に出てくるあるある女性のにものすごいなんか感想が持っていかれてるのであのよ,よかったら何回か見てもらえると嬉しいなと思ってます。<laughs>